はい、どうも、こんにちは、と申します。バイト、おおきにー。さて、本日はですね、これ、再度やっていこうかなと思うんですけど、今回ですね、このね、煽りのパレットを使います。で、これ、ラッキーですね。この2番目に出やすいけど、ラッキーなんですけど、今回、ラッキーボム。ラッキーボムをね、最大目で強化していきたいなと思いまして、ラッキーボムってね、敵を倒した時に一定確率でね、このボム、ちっちゃいボムが生み落とされるんですけど、それがね、結構便利なんですよ。で、これね、このラッキーの中の、このラッキーボム確率、これを取ることによって、ラッキーボムが出るようになる。で、最大 90% で出るようになる。もうこれとんでもない確率なんですけど、もうめちゃくちゃになります。もうこれ。90% まで取ったら。で、めっちゃ強いんですけど、なおかつ、それね、強いのに、この輪をかけて、この爆発サイズですよね。この爆発サイズと、この爆発ダメージですね。これのね、効果が乗るんで、この爆発ダメージ、爆発サイズをね、このラッキーボムにもうパンパンに乗せることによって、ラッキーボムをもう最高までに強化しようかなと思っております。で、この煽りのパレットはですね、一番出やすいゲートがパワーで爆発ダメージアップが出やすいと。で、二番目に出やすいゲートラッキーで、これラッキーボムが取りやすいと。けど、ただ、レンジですよね。爆発サイズアップがこれ出にくいんですよね。これもう三つ目がないんで、こうどうしようもないんですが。いや、これね、ハッキングのこのなんかカラーチップ型よりオンにするかは、まぁ、ちょっと悩ましいところではあるな。どうなんやろう。オンにせん方がええんかな。今これでマックスにしてあるんですが、いや、どうしようかな。じゃあ、ちょっと出やすいとかにしてみる。ちょっと、初めてのちょっと試みなんですけど、偏りなしでもなく、かなり出やすいでもなく、ちょっと出やすいにしてみようか、ほな。今回。珍しいな。ちょっとこれでやっていこう。で、序盤はですね、ラッキーボムなかなか出ないと思いますんで、まあ普通にやりながら、まあ後半でラッキーボムが十分に強化されたら、まあラッキーボム中心でね、クリアしていこうかなと思います。いや、結構ね、このサイドオーダーの動画けど、うせやろ一発目から爆発されてた。うせや。いや、結構ね、ラッキーボムは、序盤のね、縛りプレイでよく使ってたんやけれども、そのラッキーボムをパンパンに強化するみたいなのは、ね、多分やったことないのよ。うん。だから、どんだけ強くなるのかも非常に楽しみやな。いやけど、幸先は一発目で爆発サイズ出るなんて、びっくりよ。はい。言うてよ。言うて、こうすればいいのよ、ここは。うん。言うてね、こうすればいいのよ。うん。はい、ここよ。もう狙い通りやから、今の。ちなみに。まぐれちゃうで。はい。はい、OK。さあ、私ですね、今、ラスベガスでね、これやってるんですよ。うん。で、ラスベガスでやってるんですけど、これがね、ラスベガスラストの動画になるかなと思いまして、まあ、次からね、まだ日本でね、撮影するっていう感じになろうかなと、思うんですけどね。ラッキーボムがそもそも出ないですね。うん。やっぱ、ちょっと出やすいって、あんま出ないんですね。うん。パワーとラッキーなんやけど、なんで出やすいんだな。はいはいはい。ラッキーは出ましたが、インクボトル、ドローンバッテリー関係ないよね。はい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 、全然関係ない、やばいよ。あ、爆発ダメージ、アザスは。左右逃げる敵を倒せでございます。まあこれは普通にサクッとクリアしちゃいましょう。はい、オッケー。あー、ちゃうよね。うん、ちゃうよね。うん、なんかそのラッキーボムだけ出てませんよね、さっきから。うん、いや、ちゃうな、ちゃうな、全然ちゃうな。ラッキーボム出たやん、あざす。さあ、始まりましたね。これでラッキーボムが出るようになります。まあ、最初はね、低確率なんで、敵を倒したらアンパイア 20% とかしか出へんのかな。15% か。か全然出へんのよ。うん、15% やな。オッケーオッケーオッケー。全然出へんねん。だからこれが 90% までになると、もうラッキーボムのポンポコポン。ラッキーボム祭りが始まります。ほら、今敵倒しても何も出ないでしょ。これがね、結構出るようになるんですよ。はい。あ、全然やっぱ出ないよね。うん、出ないね、出ない。あ、出た、出た、出た。うん。これぐらい倒してやっと1匹出るかな、ぐらい。なんか全然出ないんよ、最初は。はい、OK。いや、なんか、ラッキーボム自体かなり久しぶりな感じするな。いや、序盤でかなり乱用してたんやけど。うん、最初から結構見てくれてる方やったら分かると思うけど、結構乱用してましたが、あー、全然関係ない。あ、インパチはね、これ取っといてもね、ええかな。うん、取っといてもいいと思う。ね、ラッキーボムとね、結構シナジーが良くてですね。勝手にね、塗っとくとインパチでデスしてくれるんですよ。で、死んだところにラッキーボムが出て、さらにデスするみたいなね、連鎖をね、勝手に生んでくれるみたいなことがあるんで、これ取っといてもいいと思う。OK。あー、自販機はね、行く金ないですね。けどね、ちょっとリセットしてもしゃあないよな。いや、この上の枠ね、自販機で埋められてるの結構しんどいんよ。いや、けどここはリセットやな。いや、出ると信じよう。蓋の2枠に、2つの2枠に、あー、2つの2枠にってないね。
同じこと言うな。あ、バカサビジー。しかも338、浅い。いや、ラッキーボム確率が 90% になったらもうラッキーボムだけでいけると思う。あ、メインウェポン使わないんだって。うん、メインウェポン使うとクリアしてるんだね。オッケーオッケーオッケー。これインパチもあるから結構クリアできると思う。うん。ほら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 。ほらほらほら、結構いける。あ、これ爆発ダメージアップ、これ爆発サイズアップ、これ食い棒にも乗ってるから、ええやんな。あ、なるほどね。あ、で、これもうスペシャルも使っちゃえばいいんだね、結局ね。うん。メイン使えへんか、もうスペシャルも使っちゃえばいいの、今回は。うん、はい、オッケー。関係ないよね。まあ、ちょっとね、コイン補充できたんで、若干リセットできる。爆発ダメージ、ありがとうございます。これ、爆発ダメージで、これね、乾燥するのに、ね、マイの1、2、3、4、5、はい、6、7、8、9マイルパターンやんな。だから、爆発ダメージはもういっぱい取らなあかんの。やっぱ。さあ、ボール運びでございます。ここももう何回やったやろな、ほんまに。耐えたね。何今の。はいはいはい、時間のロンゲージ、ラッキーゴム、はぁ、もう全然関係ないよね。だからラッキーゴム出ろってな。爆発ダメージや。爆発ダメージは一番ね、乾燥難しいんで、まあ、これは優先的に当然取ってきます。あ、そういえばね、今後もね、ラスベガスちょっと定期的に行くんでね、で、別にその、このスプラチャンネルで言ってもしゃあないねんけど、うん、実写動画ね、上げますんで、うん、まあ、常にね、その、まあ、2日に1遍ないし、まあ、1週間に3本ぐらいのペースで実写もね、投稿していきたいなと思っておりまして、なので、まあ、今後もね、ちょっとその、まあ、1ヶ月ないし、まあ、1ヶ月半に1回ぐらい、1ヶ月間、ラスベガスに行くっていうね、結構ハードなんですけど、OK! あ、なんか更新したな、ね、特に特別なことしてなかったよ、俺。爆発ダメージめっちゃ出てくれるやん。めちゃくちゃ運良くない？あー、上り坂のフロア、ここね。こう、イラつくんよな。まあ、けど、あの、縛りじゃなかったら簡単か。これね、何々しか使ってはいけない系の縛り、ここ結構イラつくんよな。いや、ただ今回に関しては、もうこうやって、適当にこう、スプラボームで、スプラボームちゃうわ。あの、クイックボームでこうやって運んできたらもうほんとしまいですんで。はいはい、オッケーした。オッケー。あー、9階で自販機はいらんな。まあ、これリセットしたら上の自販機のね、この枠はもう普通のチップに戻りますんで。はい、オッケー。あ、あ、あ、違うな。おい、ちょ、違うな、もう復活せんでんの、お前。くな、くな、もう。はい、爆発ダメージ、あざす。え、めっちゃ出るやん、爆発ダメージ。これはええな。まあ、やっぱ一番出やすいのがパワーやから、まあ、当然このね、パレット選んでる理由でもあるんですが、はいはい、食い物大丈夫、もう2300ですわ、もう。はい。おお、そうだって、そうだって、そうだって、何が起こった、何が起こった。あーあー、すごい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 。ほら、おお、これあれや、あの、ジャンピングマンが残すあの、バネの爆発の威力も上がってますんで、だいぶ快適やな、ええな。さあ来ました、10階で持つ回線ロンドでございます。うん、あいつを見てると目回ってくるんだよな。うん、回りません、そんなことないです。うん、こうやってね、このあの食い物の色がすごいね。もう食い物投げたらこの終わりです。おお、なんでなんでなんでね。おまけで、ああ、すごい、どうなってるの、どうなってるの。そんな爆発ダメージアップしてる。はい、これやろ。でボーンで1個破壊したらこれ攻撃止まるんですよ。はい、あー、すごいすごいすごい。でもあと一番上だけ破壊すればいいんじゃん、これ食い物届くやろ。はい、一番上はどこですか。はい、一番上は、はい、どこ、ありました、ありました、ありました。はい。あ、届きません。はい。はい。あー、上硬いね、やっぱさすがに。一番硬いからね、一番上。あ、もうこれできんちゃう。あー、オッケー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 。オッケー。うん、今んとこでごめんなさい。あの、ほんまに申し訳ないんですけど、今んとこラッキーボム全然かけないです。もうちょっとだけ待って。もう爆発ダメージアップがめっちゃ出るから。これはね、自販機ワンチャン行ってもいい。これでラッキーボム出たら熱いよ、だいぶ。はい、どんどんやってまいりました。はい、ラッキーコンボ時間半。なんでやねん。色だけやん、君ら。ああ、ああ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。もう、あ、いや、いや、じゃあ、かかかかか。完全にミスってる。メイン射程でもないよな。いや、全部の運を爆発ダメージアップに取られてるわ、これ。なあ。ほら。爆発ダメージアップだけめっちゃ出る。すごい出るやん。はい、ポータルを壊せるございます。こんなもん、クイボなんかちょっと終わりでしょ。爆発ダメージアップがありますんで。やべ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 、めっちゃある。オッケー。あ、
すごいラッキーボム出た。あ、まあ、チビやから、あ、15% であれや。結構出んねや、15% でも。なるほどね。こうやって固めて、ポンってやるだけで、ほら、結構出るよね。お、すごいすごいすごい。ラッキーボム、あ、ちょっとラッキーボム仕事してたね、今。オッケー。これ 90% まで取ったらどうなってしまうの？すごいことになるよ、これ。いや、出ないね、ほんまに。ほんまに出ない。まあ、けどね、ラッキーボムは、これなんかね、ラッキーボムちょっととか爆発ダメージすごい出るね。もうあと1枚でカンストまで来たやん。すごいやん。いや、ラッキーボムはカンストバルの枚数が少なめなんで、まあ、そのあたりね、あれなんですよ。ちょっと助かってるというか、後半からでも全然カンストできるんで、問題ないんですよ、こんなんは。はい、爆発ダメージアップで、こう食い棒でボンボンボンですよ。うん。え、なんかやっぱラッキーボム出る確率結構高くない？ほんまに 15% これ今。俺の知らんうちになんか1枚取ってなかった今。はい、これね、足バボンやったらこれすごいですわ。うん。爆発サイズアップはやっぱちょっとなかなか取られへんな。オッケー。一番最初に出たけど、そっから一回も爆発サイズアップ見てないもんな。あー、自販機は違います、ここは。次の回自販機なんで、これはリセットでいいでしょう。あ、爆発サイズアップ出た噂をすればやん。さあ、矢倉を運んで参りましょう。うん、ほな、敵の子をね、コロコロしてたら済むんですか、これ。うん。はい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 、コロコロしてね、コロコロして。おー、もうすごいすごいすごい、もう強引に突破してるわ。もう。なんかあれやな、ローラーのコロコロをめっちゃ強化してみたみたいなやつって、確か作ってなかったよな。なんかコロコロだけでクリアするみたいなのは、なんか作った気がするんだけど、作ったっけな、コロコロ強化。なんか作った気もするな。いや、もうなんかね、毎回思うねんけど、サイドオーダーの動画作りすぎてね、もう何を作ったかわからなくなってくるの。うん。もう同じやつでもいいんちゃうかって最近思うねんけど。ほんまに。オッケー。あー、15回ね、自販機なんですが、いや、まあ、かけてみようか。これ、ラッキーボム出たら超熱いから。はい、どっこいせ。もう、ちゃうねん、色ばっか。ほんまに君は。いっつも色ばっかり、いいのは。爆発サイズアップでやった話変わってくる。君、有能って言われない？それ。これ、爆発サイズアップ、なんとここでマックスまで取れた。これは熱い、相当熱いよ。けど、ちょっと390しかないって話する。やばいよ。あー、やばいね。やばいよ、やばいよ。さあ、出川みたいになってきた。さあ、やばい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 。ああ、やばい。けど、まだ一回リセットできるから。うん、まだ一回リセットできるから。こっち待て。ちょ待て。ちょ待て。ちょ待て。爆発ダメージアップはあと1個。爆発サイズアップマックスやろ。はい。はい。これはですね、一旦諦めて、諦めますでしょ。で、これ真珠がですね、9800ぐらいあるんで、これでやり直せばいい。もう一回ね、何？あ、9999あるやん。オッケーオッケー。もう一回ね、これね、真珠を使って、リトライすれば、あの回やり直せるんで、はい、これね、これやり直せる。これ338も使うんやって。だいぶですね、これでね、何、疑似リセットみたいな感じで、こう、フラリセットできますんで、はい、これ出ませんよってなったら、もう一回これ諦めるんですよ、これ。これを繰り返せばいけます。さあ、富豪にだけ許されたね。このやり方。はい、ダメやな。違う。もうこれ、仮に真珠ゼロまでリセットして何も出えへんかったら、もうちょっと強引に進むしかないよ。うん。まあ、どっか別のチップで妥協すんのもありっちゃありなんやけど、せっかく真珠あるから、頑張りたいところではあるよね。ダメやんな、そうやんな。いや、もうインパチ取っとくか。まあ、インパチでもね、悪くはないから、インパチ取ってちょっと進んでみよう、これは。さあ、ボールを運ぶでございます。まあ、ここは簡単です。非常に。まず、こっちぶっ飛ばすでしょ。うん。嘘はめるでしょ？で、これ邪魔してくるから、これ邪魔しといて。なぜのお前！おい！わーお！いや、ここまでも作戦ですやん。これね、ここにね、この床にこう、ポトッとこう落とすだけですわ。結局。うん。う落とすとこれではまるんですわ。あ、ほんで1個はまるでしょ？で、これは、この辺の敵のこうやってね、やっとくと、ほら、あそこにね、ギューって引っ張られてね。あ、すごいすごいすごい。コントロールやな、今の！完璧。爆発吹き飛ば、爆発吹き飛ばしか。確かに爆発吹き飛ばしはあってもいいかもしれん。うん、けど多分爆発ダメージがでかすぎても吹き飛ばすというか、もう多分もう倒してしまうねんけど。まあ、ちょっと取っとく、1個だけ。さあ、ポータルを壊せでございます。これ食い物力もすごくなってるから今。
あ、すごいすごいすごい。やっぱりね、その、クイボはね、今回ね、別に強化対象じゃないんだよ。あ、すごい、どうなってるの？あ、すごい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 。はい。あ、終わりや。オッケー。クイボのね、インク効率のチップは一切取ってないんで、まあまあ、クイボはね、まあ、おまけなんですよ、今回。いや、ちょっと待って、ほんまに出えへんやん、ラッキーボム。ちょっとこの回粘らせてもらっていい？この回粘らせてもらいます？うん。この回だいぶ真珠使ってもいいから、ラッキーボムをちょっと一個だけ積みたい。さすがに。うん。全然あかんやん、ほんま。いや、全然あかんのよ。うん。出やすいチップとはっていう感じなんよ。いや、インパチ取っとくか、570やしな。うん、粘るとか言ったら、ちょ、嘘つきました。インパチで570やったら話変わってくる。さあ、エリアモールでございます。今回ね、爆発ダメージがでかいんで、これ、ポンポンですわ。うん。ほら。うん。エリア確保の速さよ。いいよ。あ、いいね。あ、今のラッキーボムか。すごい吹っ飛んでったな。いや、楽勝やね、ほんまに。3、2、1、OK。いや、ここの自販機は違うな。出ろよ。おい、ちょっとほんまに出ろ。ラッキーボムなすな出えへんの？ほんまに。おかしない？いや、ほんまに出えへんやん。なあ。いや、ちょくちょく粘ってこ、やっぱ。うん。出た！しかも885アザス！出たよ！さあ、これで19回やろ。ほんで20回のボスでも結構コイン手に入りますんで、その次の自販機でもチャンスがあると、これはいい。さあ、ラッキーボム、言ったようにね、1、2、3、4、5枚だけでいいんですよ。ほんで、これ2枚目で 30% なんすさ。うん。これ 30% でもね、相当いいんだよ、これ。かなり力になってくれると思う。はい。ボンでしょ？うん。ボンでしょ？はい、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 終わりよ。これなんすわ。さあ、20回のボス、ゴロゴロマルチャールでございますが、いや、これね、インパチとラッキーボムだけで昔クリアしようとした時にね、40分ぐらいかかったんですよ。うん。もうなんなら普通の1本分の動画ぐらいの収録時間を、このボスだけでこれね、費やすという結果になったんで、まあ、これも普通に倒すんですけど、なんやねん、君。まあ、もともとね、あんまりラッキーボムが活躍するタイプのボスじゃないんで、もうこれ対抗よ。わあ、すごい吹っ飛ぶ。なんぼ来てくれてもいいですよ。うん。ほらほらほら、危ない危ない危ない。はい、オッケー。ああ、すごい埋まった。足だけ出てたよ、今。さあ、これは自販機もしくはラッキーボムが出てくれたら嬉しいなと。ああ、これは自販機いっちゃいましょうか。これでラッキーボムが仮に出たとすれば、もう即カンストよ。うん。あとは爆発ダメージアップ1個だけ。それを取れば、実質最強のラッキーボムが手に入ると。いや、違う。一回リセットしちゃう。頼む。カモン！来た！ガチで来た。はい、来ました。あとは爆発ダメージアップ1個だけですね。もう、もはやここまで来たらもう、ほぼほぼ最強。来ましたよ。はい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 。出ないですが、出ないですがよ。うん、出ないですが、大丈夫です。爆発ダメージアップはどっかでね、私のことを見てくれてます。そうやんな。爆発ダメージアップあと1個。そうやんな。そうやんな。あ、まあ、インパチもあと1個か。オッケーオッケー。爆発吹きとかしはあるにせよやん。あるにせよではある。まあ、このラッキーコンボ最大数とか、まあ、この辺を取っとくのもありっちゃありか。確かにありっちゃありなんやな。取っとこうか。この辺ラッキーボム最大数とラッキーボム継続時間やんな。あの辺を取っとくと、確かにラッキーボムは 90% よりさらにもう 100% に近づいていくっていう感じになってくるのか。まあ、おまけ程度やけど、まあまあ、取っとくかんよりは、まあ、取っといた方がいいか。うん。はい、これ楽ですよ、と。あ、楽、めっちゃ楽や。はい。あ、すごい。うん。もう、このラッキーボム、ボンボンやろ、あとは。うん、ほら、もう、あとはラッキーボムがすべて。ほら。すごいことなってるや。楽やな、これ。ああ、もう、あっちも、なんか勝手にやってる。向こう、勝手にやってるよ、なんか。ああ、すごい。ほら。すごいことなってる。ほら、もう、あとも勝手に。はい。もう、範囲すごいから。これ、一匹倒したら、もう、すべて倒しちゃうやから、これ。どういうこと？ああ、なんもしてない、もう。一番最初倒すだけでもう全部倒してもうた、これ。すごいわ。
おもろ。あー、爆発ダメジャンプ来た。究極までさ、強化がこれで完了しましたと。ここまで来たらすごいねんな。これすごいわ。はい、ポータルを壊せでございます。これはどうしようかな。なんか適当になんか雑魚倒して終わるんじゃん。こうやってポンってやったら、はい、終わんじゃん。はいはい、はい、終わりました。すごいすごいすごい。あ、すごい。おお、どうなった。おお、すごい。さあ、これもうね、あの必要なやつがラッキー系か、まあラッキー系やな、ラッキー系目指してるか、まあ出やすいから問題ないと思う。あー、スペカンじゃないのよ、スペカンじゃないの。あー、違う違う違う、うん、違う違う。ラッキーゴム時間、あざす。いや、すごいな。ここまで強化したらあんなおもろいねんな。ちょっと触れただけでも全てを破壊してしまう。すごいことになってる。さあ、エリアモールでございます。こんなんも適当にこうやって守って、これね、あのここを普通だったら出すねんけど、出す必要ないでしょ、こうやって。うん、こうやってやっといたら、はい、こうやってやっといたら、こう勝てる勝てる。はい、ボンボンボンじゃん、ボンボンボンやん、はい、ボンボンボン、はい、ボンボンボン、はい、ボンボンボン。あ、すごい、もう敵おらんくなった。もうまあ、こんなクリアの仕方普通せんやけど、もうこっち上がってきちゃうもんね。もうすごいことになってる、すごいことになってる、すごいことになってる。あー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 あああ、どっか行っちゃう、どっか行っちゃう。ああ、すごい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 、壊れて壊れて壊れて、あ、さらに壊れて、さらに壊れて、もうすごいことになってるよ皆さん。何にもしてないから、もう勝手に全て破壊してるから。ああ、すごい。こりゃすごいわ、おもろい。はい、ラッキーコンボ最大数でいいんじゃないでしょうか、これは。うん、いや、まあ自販機、いや、まあこれ野生の自販機にかけるか、ここは。さあ、エリア守るでございます。こんなんまずエリア塗りますやん。うん、まずエリア塗りますやん。ほんで適当にね、この辺にね、適当にね、この辺にね、ポンって塗るからね。まあ、ほんとしますわ、これ。うん、あ、こいつだけちょっと処理しとかなんな、これだ。はい、ポンポンポンでしょ、はい、ポンポンポンでしょ、はい、ポンポンポンですわ。あ、これちょっとね、脇がね、ちょ、いまいちやな。うん、脇がいまいちなんは微妙。うん、これやっぱりね、あのガン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 湧いてきてくれる時がやっぱり一番こうラッキーボーマー仕事するみたいなのがあるよな。うんうん、ほらほらほら、来た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 、ほら来た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 。はい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 、さあいいよ。さあ、このね、あのインクパチパチも仕事してるから、うん、このほっといたインスタ、もうあとはあとはほっといたインスタ、なんもせえでももう完全ニート状態やこれ。もう3、2、1、オーケー。もう気持ちいい。一番簡単かも、これが。はいはいはい、関係ない。まあ、ラッキーコンボ系やな。ラッキーコンボ系取っていこう。あー、野生の自販機ちょっと早いな。もうちょっと後の方がいいかな。スペカンちゃうのよな。せっかくに巻いてたけど。うん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 、全然関係ないよね。あ、塗りラッキーコンボは取っとこうか、これ。てか、まあ、あの、もう、ラッキーボムのおかげで、多分もう、ラッキーコンボが途切れるってことはもうほぼないとは思うねんけど、実際。うん、じゃあ適当にもう雑魚処理するやん。もうほんならしまいなんですよ。うん、しまいっすよ。うん、こっちもなんか破壊してるわ。ほら、もう勝てる。なんかもう知らんとこまで行った。知らんとこまで行ってる。あ、すごい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 。そっちは知らんで。いや、ラッキーボムのね、やっぱ範囲がでかいから、その連鎖を生み出す範囲がすごくなってんのよ。うん、インパチととこ。インパチもマックスやな、これ。完全にこれ、あの、ニート構成やな。うん。はい、無限アルペジオでございます。さあ、逃げる敵を倒せなんですが、まあこれそうやな、ラッキーボムでこう処理していくってできるか、できるかな。あー、すごい範囲で、あー、連鎖していって連鎖していって連鎖していったら勝手に勝手にキルしてくれるみたいな。ふんま、そこまではいかないとなかなか難しそうやな。うん、まあ普通に倒しちゃうっていうねパターンになってきました、もう今回は。あー、関係ないよね。あー、自販機か。まあ28回、まあ1842しかないけど、これ入っときましょうか。お、あー、スペカンか。一回だけリセットしようか。あ、塗りラッキーコンボ取っとこう。うん、まああんまやけど、まあまあいいやまあまあまあいいでしょう。うん、さあ、まあ全然関係ないな。まあけどね、もうの賞味ね、欲しいやつがないのよ。あ、まあどっちでもいいや。ラッキーコンボ最大数の方がこれ1080なんで、こっちとこは。さあ、これで29回や。一般フロアこれラストでございます。さあ、ポータル壊せ。あ、登山道ね、大好きなんですよ、これ。
これ雑魚一匹倒すだけで全部クリアしたりできへんかな、これ無理かな。はい、ポンポンポンってポンポンポンって、はい、ポンポンポン、あ、2つしか無理と。はいはいはい、なるほどね。うん、あとはもう敵のこうやって殴っとけば家庭ラッキーボムがね倒してくれると。はい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 、すごいよ。うん、そう、行くんじゃん、あっちも、あっちも行くんじゃん。あ、行ってる行ってる行ってる。あー、連鎖がすごいすごいわ。さあ、ラスト30回、大田子でございます。こんなんはもう、しばくだけ。うん。雑魚をちょっと触るだけ。まあ、それだけでございます。で、これもう本体ね、もう直接攻撃しません。もうね、あの、雑魚湧いてきたら雑魚倒すだけ。うん。今度こう倒すだけです。うん。それともこうですわ。うん。あー、そっちまで行っちゃう、そっちまで行っちゃう。うん、それは聞いてないわ。やっぱ爆発サイズアップがあるから、やっぱあれ自販機っていうのはすごかったね。うん。じゃあこいつもせっかくなんで、こう雑魚が出てきてね、こう雑魚を倒すっていう。まあ、それメインでちょっと倒していこうか。ちょっとあの、足元くぐる塗ったらこれだから大田子に今ダメージ入っちゃったけど。さあ雑魚出してくださいよと。あいつの目よく見たらあのボールやん。あのなんかあの、何にそのボールを転がす系のやつの黒いバージョン知らんかったもん。あ、来た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 。あ、勝ってる勝ってる。あ、すごいすごい。あ、終わった終わった終わった。勝手に。さあ、足出てまいりました。さあ、インパチのダメージもすごいよ。あ、本体で勝手に入ってるから。あ、もう勝手にパンパンまでいっちゃうよ。ほんで、勝手に、あい、あい、これ、あいで勝手にインパチもほら死んで、勝手にほら、何もせんでんやん、これ。何もしてへんやん。ああ、何もしてない、何もしてない、何もしてないよ、もう。何もしてない、何もしてない。何もせんでもクリアできる、これ。すごい。もう第二段階で一切攻撃してないけど、もう大高まで来ましたよ。すごいよ。これ一回何もせんで倒せるかやってみようか。はいはい、雑魚出したらもう終わりですよ。あなたは。うん。ラッキーボムはすごい威力ですから。あははははははは。簡単。やっぱ威力高いとすごいね。爆発ダメージ。はいよ、その勝手に出てくるやん。勝手に死んでいくねん、こいつら。で、勝手に死んでって、勝手にボムを撃んで、勝手にこう、勝手に剥がすから。あ、ほんで、ほんと2年生やって、2年生。あ、すごいことやってる。ほら、もう勝手に勝手に、ほらほらほら、もうそんなことしたらないよ。そんなことしたらないよ、君たち。ほら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 、もう、なんもしてへんから。ほんまに。あー、ハイプレイはいいねんけど、雑魚出してきたらもう終わりよ、君は。あー、来た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 。はいはい、もう上空から眺めましょう。はい、もうこれでしまいっすわ。うん。ああ、一回分じゃあかんねんて、ラストは。ああ、もう一回出してきた。もう終わりや。ほんで。うん、インパチポンポンポン。はいはいはい。ポンポンポン。はい、終わりですわ。これは面白い。何もせんでも簡単にクリアできる。ラッキーボム最大まで強化したらマジでいいな。おもろいわ。いやー、けど今回ね、だいぶ減りましたよ、真珠。だいぶ使ったね、今回。うん。6000台まで来ちゃった。あ、まあ、7182か。あ、だいぶ減っちゃったね、これ。これもうあれやな。そう、なんかハイリスクハイリターン絶対オフにした方がええわ。ほなまた。